ございます、本日もですね今から平凡な一日をやっていきたいなと思います。ではですね、早速寝ていきたいなと思います。ではおやすみなさい。おはようございます、今日はゆっくり寝れましたが、いつも通り下半身がズボン入ってないのでこれ以上は見せれません。ちなみにこれ今上が10時ぐらいになってますが、パッと見てゆっくりしましたが時計時間が止まってたんで、今はまあそれでも言うと8時30分なんですが、まあぼちぼち準備していきたいなと思います。ではしていきます。今日はですね G20 の日で、なんか大阪にあの偉いさんらがみんな集まってるみたいで、なんか道路規制とかあと学校が休みとかっていう感じみたいですが、まあそんな日でも G20 が来ようが嵐が来ようが雷が来ようが僕の生活はそんなに変わらないので、編集していきたいなと思います。で、編集していく内容としては、まだノースフェイス全部紹介してみた動画が編集し終わってません。なのでかなりピンチです。まあほとんど終わってるんですけど、もうちょっとだけやらなあかんっていう感じなんで、今からファミリーマート行ってで編集して、で今日夕方パイセンが、僕がちょっと以前借りてたものを間違えて返してて、 USB 借りてたんですけど違う USB 返しちゃって、いやこれ間違えてますよって言ってわざわざ届けに来てくれるので、まあ夕方はパイセンに会うので、もしかしたら一緒にジム行って風呂行くかもしれないんですけど、一応そのジムの招待券があるので、まあ、行くかもしれないですが、まあそれまではちょっと頑張って今日は編集しようかなと思ってるので、ゆったりゴロゴロ昼寝してる場合はないので、ちょっとまあ頑張ろうかなと思います。ではその前にあのちょっとセカンドチャンネルだけちょっと動画撮ります。ではですねセカンドチャンネル始めていきます。ただいまが9時半です。ではスタートしていきます。はい、それではですね無事セカンドチャンネル撮り終わって、今から、オフィスという名のファミマに行きたいなと思います。また夕方ぐらいジム行くと思うんですけど、最近師匠とぼちぼち会ってていろいろ話してるので、またその話も後でしたいなと思います。いや大阪はですね、ついこの間梅雨入りして、でずっと雨やったんですけど、なんか今日だけは晴れてんのか曇ってんのかわからんような天気ですが、ちょっとジメジメして暑いです。観測史上一番遅いらしくて梅雨入りが、だから梅雨明けも多分結構遅くなって7月の終わりとかになるんかなと思うんですけど、毎年いつもなんか海の日に梅雨明けしてるようなイメージなんですけど、まあ、今年はもうちょっと遅いんやろうなと思うので、まあちょっとジメジメした日が続きますが、まあ、ぼちぼちあの頑張っていきたいなと思います。今からはですね、あのまずノースフェイスの全部紹介してみたっていう動画がもう仕上がるので、まあ、それを昼までに仕上げようかなと思うので、まあ、それが終わったら一旦帰るかなと思います。ここ最近ちょっと風邪ひいて体調悪かったんで、あんまオフィスも行けてないんで、ちょっと久々のオフィスですね。それでですね、無事帰宅しました。12時ジャストっていう感じで、いつも行ってるそのオフィスのファミリーマートの中でも一番綺麗なお姉さんがいてるんですけど、それが大学生のお姉さんで、そのお姉さんに今日もあのちらっと話しかけたら、あの見ましたよ YouTube って言われて、えってなって、で YouTube なんで知ってるんですかみたいな話になったら、たまたま男友達がノースフェイス好きで、なんかずっと僕のことを見てたらしくて、で近くにおるんちゃうみたいな感じになって、見たことないこの人ってなった時に、あ見たことあるってなって、であよく来てる人やみたいな感じになったらしくて、でそっから見ましたみたいな感じ言ってくれてはい、とうとうあのオフィスにはバレ出してるので、まあそうやけど特に何っていうことはないんですが、まあそれ以外にも例えばジムとかでもなんかめっちゃゴリゴリのマッチョの人がいてはるんですけど、その人にこの間声かけられて、あの YouTube されてますよねって言われて、あはいそうですみたいな話になって、僕いつも見てますみたいに言ってもらって、 ありがとうございますって話になって、で嫁蔵にそれ言ったら、嫁蔵ももうなんか近く歩かれへんみたいな、もう別行動しようみたいな感じで言ってるので、まあ、おそらくこれからは僕はもう単独行動が増えて嫁と一緒に歩けなくなってきてるので、
はい、まあそれでも言うてもまだ2万何千人なんであれなんですけど、あの嫁はまあバレたくないらしいので、もしあの見かけたとしても嫁に関してはちょっとそっとしておいてあげて、僕に関しては全然声かけてもらって大丈夫なんですけど、はい、という感じで、とうとうオフィスにもバレ出したというお話でした。で、今からはですね、サラダチキンとサラダを食べて昼にしたいなと思います。だからもう今日は料理はしません。はい、それでですね、今からは、4月、5月、6月に買ってよかったものの紹介をしたいなというふうに思います。まあ、この辺とか、あとこの辺とかの紹介していきます。で、最近一丁前に調子乗ってですね、このピンマイクをつけてですね、喋ってるんですが、なんか分かる方には分かるらしくて、音良くなりましたねって言われたりするので、あのちょっと欠かさず撮ってて、あと、まあ、音が良くなる以上に自分のモチベーションを高めてるっていう、あ、なんか今撮影してるんだっていうのを自分の中でこう意識しながらですね撮ってるんですが、今現在が2時40分なので、4時か5時ぐらいにパイセンが今日来るので、まあ、パイセン来るまでにはもう仕上げとかな、多分来たらもう編集はしないので、まあ、それまでにはちょっと仕上げたいなと思うので仕上げます。では撮影していきます。はい、それではですね、本日は4月からはい、それではですね、無事撮影終わりました。では今からはオフィスに行って、編集をしに行きたいなと思います。はい、また多分こんなんをいじってたらサードチャンネルで嫁蔵に笑われてるんでしょうが、まあそんなん無視してガンガンこういう機材を使っていてですね、ちょっとプロっぽく見せていこうかなと思います。では今から、もう一回オフィス行きたいなと思います。行きましょう。いやー、いよいよですね、あのファミリーマートの店員さんにももうバレ出したので、まあ、出入り禁止なのがあとはいつになるかっていうところですが、あの出禁になるまでは通い続けたいなと思うので、今からオフィスに行きましょう。今ですね、マンション出ようと思ったら、またあの上の階に住んでるあの昔のバスケ時代のマネージャーの先輩と会って、ついこの間ですね、そのマネージャーの彼氏さんとマネージャーさんがめちゃくちゃ口喧嘩してるとこをたまたま見かけて、めちゃくちゃ喧嘩してましたねってこう言ったら、いや恥ずかしいって笑ってたんですけど、また嫁とも仲良くしてくださいっていう話して、あの今度は遊ぶことになったんで、また遊ぶことがあればご報告します。口だけかもしれませんが。はい、それでは、夕方5時になったんで今帰ってきたんですが、実はですねオフィスにパイセンがもう来て、で今パイセンがちょっとあのいろいろやることあるからって言って、今資料をいろいろやったりやってるので、その間に僕はジムの用意を今取りに帰ってきて、であと招待券もいるので、その招待券を持って、パイセンと合流してジムに行きます。まあ、問題はですね、あの、まあ、一緒に多分トレーニングを軽くするんですけど、それよりもサウナがあのパイセンが気に入ってくれるかどうかっていうのをちょっと一回検証したいなと思いますので、僕流のサウナをして、でパイセンがいいなって思うのか、微妙やなと思うのかはこの後本人から直接言ってもらえると思うので、あの楽しみにしててください。ではちょっと用意取りに行きます。はい、それではですね、準備したので今から行きたいなと思います。今日は一日あの見てもらった通り全く体動かしてないので、あのちょっと頑張っていきたいなと思います。そしてサウナで決まっていきたいなと思うので、もうパイセンとこに行きます。さて、それではそろそろパイセンと合流したいなと思います。パイセンがいてるかな。あ、いた。今これ撮ってるんですよ。平凡な一日。はい、これ行きます。完全プレゼント。いいよ。確認して。あ、そうなんですね。嫁蔵に確認してもらったんですか。誕生日プレゼントもらいました、パイセンに。ということで、これを後でまた開けたいなと思います。ありがとうございます。はい、はい、それでは、今が7時半で無事行ってきました。で、隣にいているのがパイセンです。こんにちは。パイセンは、トレーニングから一緒にトレーニングして、で、最後サウナでやったんですけど、どうでしたか。決まりましたね。決まるがやっぱ感覚的に分かりましたか。タクゾーさんがよくあのこ決まるってなんか言ってはったんですけど、何のこっちゃ分からなかったんですけど、あ、こういうことかなっていうのがあと、はい、天使の羽衣も分かりましたね。羽衣はもう完璧に分かりました。あの、はい、冷たい水入った時にあの覆われるんですけど、そうですね、はい、ということで、あのパイセンもあのサウナで決まってあのよかったです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
先生帰ってきました。ですね、時間がもう10時35分というところで、もうパイセンとずっと喋ってですね、時間が過ぎてしまいました。で今日はですね、ジムで師匠にも会って、パイセンが初めて師匠とも交流できました。最後はこのパイセンから誕生日プレゼントもらったんで、これを開けて終わりにしたいなと思います。ちなみに米蔵さんもそこにいてます。お帰り。はい、パイセンからですね、タクゾーハッピーバースデー2019 6月16日っていうふうに書いてます。はい、ということで、本日はですね、パイセンとですね、結構長い時間お話しさせてもらって、いろいろお話聞けてよかったです。で、嫁蔵をですね、一人ぼっちにして嫁蔵が寂しかったって言ってるので、この辺で動画終わりたいなというふうに思います。最後挨拶するか一緒に。やだやだ、こんな格好だから。はい、ということでですね、本日も平凡な一日見てもらってありがとうございました。